また山に来ちゃいました。前回と同じく南阿蘇梅林山なんですが、同じ場所で撮るか別の場所へ行くか悩んでて、とりあえず久しぶりにケニーロードへ行ってみます。ここはバイクを乗る人には有名な場所みたいですが、ちょっとした駐車場があって熊本平野が一望できます。ただ駐車場と東屋だけで、自販機やトイレなどは何もありません。街灯などもないので、一番明るいのは高圧線鉄塔のライトです。なんか駐車場が綺麗になってました。来る人が増えてるのかもです。そうなると車のライトで撮影に支障をきたしそうなので、別の場所を探します。別の場所へ向かっていたらアナグマがいました。しばらくしたら今度はタヌキがいました。吉牟田水源って場所に駐車場があって渓流があるんですが、周囲の木々が高いので断念。結局前回と同じ七福神に落ち着きました。日没頃かなり雲が増えちゃって、今夜はダメかもと思ってたら、星が見える頃には晴れてきました。この動画では撮影に使っている機材についてご紹介したいと思います。望遠鏡は 20cmF8 のリッチイクレチアン、赤道儀はセレストロンのアドバンスド VX、 バランスウェイトは 5kg と 1.9kg。細かなものがいろいろあるので、一式をトランクに放り込んであります。赤道儀とカメラ冷却用電源は 220Wh のもので、もう6年くらい使っていますが、全然問題なく使えてます。パソコンを置くテーブルとちっちゃな椅子、デジタルファインダーは QHY5L に 35mm レンズ、以前は微動運台で位置調整していましたが、軽量化のため 3.4 時のファインダー脚に交換。調整は微動運台の方が圧倒的に楽なので、元に戻そうかと思案中。 USB を挿す向きが分かりにくいので蓄光シール、赤道儀アライメントが終わったらガイドスコープに換装。 USB ハブにも蓄光シール、撮影用カメラとガイドスコープ。撮影用カメラは DSi294MC Pro、 今回は 0.7 モーバイレデューサーをつけて、フィルターは LPSV4 です。ガイドスコープは 3cmF4 に DSi120mm ミニをつけてあります。ガイドスコープのファインダー台座にはアルカスディスプレイと、ガイドスコープは途中でデジタルファインダーと換装するのでアルカスディスで統一してあります。撮影用カメラはニコンマウントに偽装してあって、フィルタードロは付きだけど、光が入ることがあるので巻きポカで封印。ケーブルは赤道儀に引っかかると大惨事なので、くるくる巻くやつで一体化。冷却用ケーブルは 5.5mm、 2.1mm のシガーケーブル、シガーにさせる電圧計でバッテリー残量監視。バーティノフマスクは金属製、アクリルだと20センチはすぐ割れちゃうんですよね。パソコンはリースアーツ再整備品、マウスは Bluetooth 接続、パソコン用バッテリーは電圧可変のもの、いろんな機種用に変換プラグが大量に付属してました。このバッテリーだと一晩は持たないので途中交換します。 USB ポートが左に一つしかないのが残念ポイント。撮影用カメラを左に、
右側はハブ分岐して赤道儀とガイドカメラ、右側はマウス使うときに邪魔なので左にたくさんあるのが良かった。右側に L 型 USB コネクタ付けたりもしてみたけどいまいちだったので諦めました。一番大きな機材はジムニーです。音声合成はボイスボッツ九州空が担当しました。